匿名大国の日本では SNS インターネットをめぐるトラブルが増加している。指殺人と呼ばれ社会問題と化している。ネットが炎上したのが3週間ほど前。悪質なアカウントをピックアップして立件するだけでも。くだらないのはお前の発言だ。被害届出せばいいんですかね。自分に非があるからといって相手の罪を責める権利がなくなるわけじゃない。お前はこの指一本で一人の人間を殺した。じゃあ消えてよ。消えて、消えろよ。この指一本で傷ついてしまう。アノニマス。この画像の女性はあなたでないと確認が取れました。やっぱりやります。もういいですから。お前の信じるって耳塞いで目閉じろってこと。一致ですね。何か私たちにできることはないんでしょうか。自分で考えろよ。しばらく会社休んでいいから。え、幸せになってね。訴訟を妨害したのはあなたですね、草壁靖子さん。考えろ。ずっと君と一緒にいたい。ホームレスの男性が殺された事件なんです。実名とともに晒されました。それが法を超えて人を裁いていい理由にはならないですよね。孤立してたみたいで。僕の人生もう終わったんです。学校から不登校になるからどこからかわかんない。バズったら楽しくなっちゃう。それは難しいか。今もとても反省しています。書き込みがいくつも見つかったんですか。あの問題のネットカフェ周辺の地図です。笹山春人は俺もライブ行ってきたって言ってなかったか。カメラの数は15だ。いた。あんなクズ晒して何が悪いんですか。一人しか存在しない人間だ。それで相談というのは。今時不倫なんて誰でもやってるんでしょう。美穂さんどうしたんですか。大丈夫ですか。美穂さん一言謝りたいとか。とんでもない。君は君だ。町全体が自警団みたいなもんですし。ずっと嘘ついてた。この歌詞はでかいですか。ステージ特定本名ヒイラギユキヤ。やってないんだ。信じてくれ。警察のものです。警察。確認しました。自作自演だ。キラキー